ピーター・ウィレム・ボータ、ピーター・ウィレム・ボータ、ピーター・ウィレム・ボータ、1916年1月12日2006年10月31日は、南アフリカ共和国の政治家。南アフリカ共和国首相、在任期間1978年から1984年、大統領、在任期間1984年から1989年を歴任した。アパルトヘイト、 人種隔離政策の完全撤廃を求める国際世論に対して抵抗し、人権弾圧も言ったことから独裁者とも批判された。通称は PW、またはアフリカンス語で大和にを意味するディグラとクロコディール。1943年に結婚したエリザ夫人との間に二人の息子、三人の娘がいる。オレンジ自由州のボア人、アフリカーナーの両親のもとに生まれる。 ジップは、ボーア戦争に軍人として参画した経歴を持つ、グレー・ユニバーシティカレッジ、現在のフリーステート大学で法律を学ぶ、20歳の時にカレッジを中途退学し、ケープ州の国民党組織で働き始め、1946年には、アパルトヘイト政策を提言することになる、サウアー委員会の一員となる。第二次世界大戦中、ボー,ータは、 他の多くのアフリカーナーのナショナリストと同じように、ナチスドイツに共感を寄せ、ブルームフォンテーンの極団体であるに入党する。しかし、独ソ戦でドイツは劣勢となるや、銀者の番人を非難して脱退した。1948年、国民党から国会議員に立候補し当選する。地盤は、ケープ州東部。 この選挙で国民党を中心とするダニエル・フランソワ・マラン四党、連立政権はアパルトヘイト政策を本格的に推進することとなる。1958年に発足したヘンドリック・フルーウルト政権では副内省に就任。1966年、バルタザール・フォールスター内閣で国防省に就任する。ボータは同年に始まるを担当し、対外戦争や、 国際連合の経済制裁、武器金融にも耐えうるのような強力な軍需産業を構えして、戦車と装甲車や戦闘機などの国産化では、他のアフリカ諸国よりも戦力が充実した軍隊となった。また、ボータはかかりつけいのに、生物兵器、化学兵器の開発を行わせ、さらに各開発計画も推し進め、南アフリカを核保有国にさせることに成功した。 1970年にエスタドノボ体制のポルトガルや同じ白人政権のローデシアとの非公式な軍事同盟であるをプレトリアで発足させアンゴラ独立戦争やモザンビーク独立戦争で連携するの974年にポルトガルでカーネーション革命が起きてこの同盟関係は崩壊した1975年には秘密裏の軍事協力で あるを締結して当時イスラエルの防衛大臣だったシモン・ペレスに3つの核弾頭らしき武器の提供をボータは要請した。1975年からボータはアンゴラ解放人民運動 MPLA を支援するソビエト連邦やキューバに対抗してアンゴラ内戦に直接介入する方針を決定し、ではアンゴラに武力侵攻を行い MPLA と対立した。 アンゴラ民族解放戦線、FNLA やアンゴラ全面独立民族同盟、UNITA に属したアンゴラの黒人も引き入れて、第32大隊や南西アフリカ殺隊不正規戦部隊を組織した。特にボータに、増下の AK-47 も送っていた、UNITA のジョナス・サビンビ議長と進行を結び、南アフリカ軍が UNITA を支援する軍事作戦を、 連続していったは二次世界大戦以来のアフリカ大陸での大規模な戦闘とされた。1978年9月、フォルスターが辞任し、議会によって後継首相に選出された。ボータは前任のフォルスターよりも政治家としてはプラグマティストであり、ホームランドの自治を積極的に推し進めた。ボータの公認の国防省となったとともに、インカタ自由党を支援して、 黒人勢力を分裂させることで、分割統治も図ったとされる。1984年、立法、行政の両権を、白人、定数、178人、内任名議席が12、カラード、定数、85人、インド、定数、45人計国民に分与して、白人単独の支配体制から、三人体制に、移行種別三院議会、 憲法改正により、首相職を廃止し大統領の権限を強化する。1985年には、アパルトヘイト政策をなす、雑婚禁止法、背徳法の廃止に踏み切るものの、同政策の期間参法等の撤廃に関しては断固拒否した。1987年の総選挙では123議席を獲得し、任命議席を合わせ133支配体制を、 強化した。1986年、南アフリカ全土に黒人暴動が拡大すると非常事態を宣言すると、共にネルソン・マンデラを釈放しようとした。しかし、これは国際社会及び国内世論の避難回避を狙ったものであり、反アパルトヘイトの運動は徹底的に弾圧する姿勢だった。このことは次第に国民党の恩恵派から反発される。 一方で、ボータの実利的な政策を批判する、アンドリース・トリューニ・ニヒトラ国民党の保守派も1982年に国民党を離党してを結成する子になる。1988年には、キューバ軍のアンゴラ撤退と、ナミビア、南アフリカ領南西アフリカの独立承認を交換条件とする停戦に合意して、アンゴラから南アフリカ軍を引き上げた。 1989年、カイラブリュー・デ・クラークにその座を譲り、大統領を辞任した。アパルトヘイト体制崩壊後に発足した、真実和解委員会での証言は最後まで拒否し続け、人種差別的な自らの持論を改めることはなかった。しかし、マンデラとは、政治的な立場を超えて、個人的には、友好関係を築いていた。2006年10月31日、 西ケープ州の自宅で死去した。90歳。マンデラは、ボータをアパルトヘイトの象徴と多くの人々は思い続けるだろうが、我々は彼が最終的に平和的な和解交渉の道を選んだ決断を記憶していると追悼した。国葬は、ボータの遺族に拒否されたが、葬儀には南アフリカの大統領多ボムベキも出席した。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。